ろしくお願いします。今ご紹介がありましたけれども、せっかくですから、ちょっとご自身の声で自己紹介していただいてもよろしいですか。夏保さんからお願いします。皆さん、こんにちは。夏保です。はい、メロマをで引退をしてからもう3年、まあ、4年になります。にもかかわらず、ちょこちょこと山口のところなしですいません。もうニャンチャだと思って、ニャンチャと呼ばれても引き続き山口で引き続けたいと思ってるので、今後もよろしくお願いいたします。先ほども挨拶させていただいたんですけれども、実は坪井さんとは試合に対戦したことがあって、ただコミュニケーションのことも実はなかったので、まあ、そういったことも含めてちょっといろんな話ができたらなと思います。はい、今日はよろしくお願いします。こんにちは。今年から強化部スカウトとして立場がありますけど、目の前に関わらせていただきます、佐藤健太郎と申します。選手試合は、多大なるご支援、ご声援ありがとうございました。新しいことを始めるということで、右も左もまだ全然分かっていないんですけど、これから例の前間口のために頑張っていこうと思っています。これからもよろしくお願いいたします。そんな渡辺さんですけれど、さっきもおっしゃってましたが、坪井さんとはあまりも面識がほとんどなかったって話なんですよね。そうですね、もう男坪井といえばもう1対1の模擬通用のディフェンダーとして、僕はもうね、注目しながら進行対戦はさせていただいたんですけど、まあ、なかなかこうマッチアップすることとかなかったんで、あまりこう話はしてなかったんですよ。そうですね、同じピッチにいるんですけど、センターバック同士なんでほとんどあんまり近くに行ってないですし、その当時僕もセットプレー上がらないんで、ずっと遠目で、ああ、渡辺選手強いなぁと思って、それぐらいで見てたぐらいなんで、こう本当にこう今日が初めてぐらいですね。そうですね。はい、ちゃんとこういうふうに顔を合わせてしゃべるのは。お話もしたこともなかったんですね、じゃあほとんど。すごいですね、今日。そうですね、相当僕のこと嫌いだったかもしれない。すごい、憧れの存在です。はい。ですよね。まあ、健太郎さんと下坂さんだけがお二人と一緒にプレーを、ね、しているということになりますので、いかがです、今日はこの席に一緒にいるというのは。この席に一緒にいるのですか。今の一緒にプレーしたのと関係ありますか。逆に質問した。逆に質問が来ましたね。本当ですね、課題深いことはないですが、引退してからもこうしてね、一緒に。そうですね、坪さんとはなかなかこう、会う機会もなかったので、こういう形でまさか会えるとは思っていませんでしたし、僕もこういう立場で、またこうやって皆さんの前に、立つことが、来るんだと思ってなかったので、はい、光栄です。はい、ですね。さて、それではですね、今日のトークショーはテーマがございまして、レノファの未来というテーマがございます。担当職人にお聞きしますね。レノファの未来をどのように描いておられるでしょうか。どこからいきましょう。じゃあ渡辺社長からいきますか。そうですね、実はこの就任するときに、まあ、本当にこのレノファの歴史だったりとか今までの成績とかさまざまなことを本当にもう一回見返してみて、でさらにこの就任してからの2ヶ月、いろんなこう社内のスタッフと本当に大切な話で、さっきのミッション、ビジョン、バリューというのも、実はもう本当に20時間以上かけて、スタッフと話し合って決めたんですね。なので、まあ、いろんな言葉が出てきたんですけど、いろんな言葉を今度、そぎ落として、もっとシンプルにしようとか、もっとこんな思いで山口に関わっていこうみたいな、なんかこう、本当にこうたくさん時間をかけて作ったものだったので、それを今度、対面していく側になって、まあ、どんなこう、なんていうんですかね、未来になるんだろうと、まあ、とにかくこうビジョンなんで、描かないとたどり着けないと思うんで、それをいかにこう鮮明に言語化しながら作っていくかなと思っているので、まあ、やっぱりこう、さっきの、お伝えした時も言ったんですけど、やっぱスタジアムに人がどれだけ集まれるか、そこで楽しんでもらえるかっていうのが肝だと思うので、まあ、そういった未来にしていきたいなと。今から
していくということになります ね、 ですね。先ほどお話しいただいたことですね、はい、佐藤さんはいかがですか。そうですね、 J1 に行きたいですね。あの選手の時にあの叶えられなかったんで、でもこうやってチャンスいただいたんで、あの別の形でいい選手を取ってきて、その選手が J1 にこのチームを導くっていうこの絵を見ることができたら、すごく僕自身まだこう幸せだと思うし、僕自身はこう J2 に上がって2年目にこのレノファに来たんですけど、まあ、そうやってこうカテゴリーが上がることによってこうグッとこう応援してくれる人が、増えるっていうのは、感じるので、うん、僕の立場でできるとしたら本当にいい選手を連れてくる、まあ、それをこうこれからやっていきたいなというふうに思います。坪井さんはそういう意味でも本当にさまざまな視点でクラブそしてサッカーをご覧になっていると思うんですが、そういった視点になりますね。そういった視点で見てこのレノファの未来っていうのはどのように描いておられますか。まあ前提としては僕はやっぱり会社に所属したこともないですし、内部のことも事情は詳しく知らないです。ただ、やっぱり外から見る人間、結局ピッチに来る、ピッチに試合を見に来てくれる方っていうのは、そういうことは知らずに来る。そういう内部の人間として、人間としては、欲張りだと思います。皆さん欲張りなので、ね、スタジオに人が溢れてほしい、いい選手いっぱい出てほしい、J1 を上がってほしい、やっぱ全部を求めると思います。そういいと思います。僕もテレビにそれを全部求めてます。やっぱりもっともっとピッチ、スタジアムにたくさんの人が溢れてるし、で、やっぱり週末になると、ああ、テレビも上がる。水曜日になると、ああ、今日夜テレビも上がる。それが、日曜になっていく、そんな、チームになっていってほしいなと。そうなるのはもちろん簡単じゃないと思うわけですけども、でも、これができない、あれができないじゃ結局進まないんで、そういったものをやっぱり掲げて、そのためにじゃあ何をしていくかってことはやってくれると思うので、はい、そういったものをやっぱり目指していくってことが非常に大事だと思います。やっぱりレノファ、山口ならレノファがある、週末になると日常でレノファがあるいる、そういう状況を作っていければ非常に僕自身も嬉しいですし、山口県としてもいいのかなというふうに思いますね。お聞きになっていかがですか、田辺社長。そうですね、やっぱり、まあ、課題としてはやっぱそこの、まあ、レノファのすごくコアのサポーターの方がたくさんいらっしゃるので、その、まあ、新しくこうサッカー興味のない方であったり全く知らない人たちでもさっき坪井さんおっしゃっていただいたようにこの週末ちょっとレノファ行こうやとか未来学行こうやみたいな軽いノリで行けるような場所、もうサッカーっていうのは実はもしかしたらこの見ること自体この新スタジアムに行くこと自体が実は敷居がちょっと高いのかもしれないなと思っていて、だからこのライトの層の方たちに、気軽に楽しんで気軽に行けるような場所っていう位置づけも必要なのかなと思います。そうですよね、レノファが日常になるっていうこと、もっともっと広い範囲でいろんな人たちの家は山口県民全員にとっても日常になってほしいですね。選手時代は佐藤さんはそういうこうサポーターさんの熱、この日常になっているなみたいなものを感じたことはありましたか。そうですね、コロナになる前に僕はこのチームに入団したんですけど、本当にこう、ファンとサポーターの方たちとの距離も近いなっていうふうに思いましたし、本当に熱心に応援されてるっていうのを交流することで、すごく感じたんですけど、コロナ以降はやっぱりこう接点がどうしてもこう限られてしまうので実感するっていうのが難しかったんですよね。まあ、今のこう SNS とかがあって、まあ、工夫すれば交流はできるんですけど、それだとやっぱり僕としては前を知ってるのですごく物足りなくて、こういうキックオフパーティーも、3年ぶりですか、本当にこうやってお会いする機会を、今日持てたことによって今日来た選手たちは、すごいこうパワーをもらえたと思いますし、開幕戦にいい形でこう向かっていく、一日になったんじゃないかなっていうふうにも思うので、やっぱりこう、世の中が、これから、通常に戻っていく中でもっともっとこのレノファ山口が、地域の皆さんと交流を増やせる場が増えていけばいいなっていうふうに思います。硬いな。
今、シャレンテマでやってシャレンテマで各新谷選手が担当で僕の時ももちろんあったんですけども、まあ、それちょっといいですか。本当に地域に根差すとかそういった部分でもまだまだやっぱり僕は山梨県内本当に隅々まで選手がいろんなところに行ってから私はもっともっと足を運んでくれる人を見てくれる人っていうのは僕は増えるなと実は2年間山口みたいに2年間ですごくそれを感じていたんです。はい、まあ実体験と温泉すごく大好きでもしかしたら知ってる方も多いかと思うんですけども一人で下関や萩の大口の山奥の温泉に行って一人で温泉入っていると後から来た年配の方がお前どこから見たことがあるのかお前何だって言うとあれお前の新田さんから来ましたけどおーそうかって言って実際にそういうのを見に来てくれるんです。それまでサッカー見たことないって言ったんですけども実際その人がスタジアムに来てくれてで僕のグッズを買って試合を見てくれたらしいんです。でそういうことがやっぱあるんです。いや人事にはそういうことがあるのでやっぱその社会というすごく素晴らしいことをやっているので選手としてはなかなかそういう場に行くのっていうのがピッチでやることが一番だと思っている選手は多いと思うんですけど僕自身も現役の時はそういった考えの時もあったんですけどもでもやっぱ大人になって経験するとそれは違うなと思いましてやっぱり地域に根ざす J リーグの理念もそうですから地域に根ざすためにはやっぱり選手もピッチ以外の時にも自分の顔を売るために足を運ぶピッチが優秀ですよ。足を運ぶ、走る、顔を出すんです。それは一だけでも僕はやるべきことなのかなというふうには思ってますし、今後はやっぱり若い選手も多いですし、そういった選手にそういったことを教育をしていく、こういうことが必要なんだよ。じゃあ何のために必要なの？君たちは地方に行くと、そこで一人でも二人でも、スタジアムの足を運んでくれるよって、ね、チケットで払ってくれる。それが君たちの給料なんですよ。そういうことをやっぱり教育していくってことも必要なのかなって。ちょっと選手に呼び戻しますね。すごい大事な話だ。そうですね。確かに選手にまたね、聞いておられた話でしたね。特にその J リーグ理念の話もありましたけれど、山口県のような土地だからこそより必要な気がするんですが、そんなこの辺りはいかがでしょうか。それはそうですね。僕、実際に村ですというチームも、経験してるんですけども、正直浦和レッズの時はなかなか地域の皆さんとかスポンサーの皆さんと、接する機会っていうのはもしかしたら少なかったかもしれないですし、まあいろんな問題があったときも問題って言っちゃいけないですけど問題って言っちゃいけないですけど、まあいろいろあってそういう機会が少なかったんですけども、実際に僕が山口に来てそういうことの素晴らしさというのを経験して必要だなって思ってるので、だからそこはもっともっとうまくやっていければなというふうに思ってますし、ね、今日スポンサーの皆さん来られてるので、皆さんのところに選手を呼んで、ね、接する機会とか、じゃあサッカースクールやるのかとか、サッカースクールやるのだったら僕来ますから、ね、自分の営業前営業前それで営業していくんですね、まあ、ありますちょっとのきっかけでそういう機会を作っていってほしいですね。そうですね、まあ、そういう意味でも山口には本当に未来が希望であふれているというかやらなくちゃいけないことやりたいこといっぱいあるそんなクラブですね社長。そうですね、もう今坪井さんおっしゃっていただいたように僕も萩のちょっと上にある笹っていう場所に昨年イコとイカを食べに行ったんですね。そのイカを食べに行っただけなんですけどそこにいたこのスタッフの方がめちゃめちゃレノファンで毎週コンビ行ってますって言われてなんです。やっぱこう喜んでもらえることがやっぱすごく嬉しくて、まあやっぱそういった場所からでもこう毎週来てくれてるっていう熱量を感じることもできましたし、まあ、それがきっかけでもっともっと応援してもらえるかなと思うので、まあ、そういった形で、まあ、僕はたまたまでしたけど、まあ、逆にこう自らどん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 地域の皆さんに会いに行って、そういったきっかけ作りができたらなと思いました。はい、では最後にお一言ずつ皆さんへのメッセージを頂戴したいと思います。ではまずは佐藤さんからよろしいでしょうか。今シーズンの意気込み含め改めてクラブとしてメッセージをいただけますか。個人的にじゃなく
てクラブとしてですか。クラブとして個人的どっちでも大丈夫ですよ。個人でいいんじゃないですか。まず個人でいいですか。先週時代は、あまりこう目立つプレーは僕はできませんでした。ですが、この世界で、16年間生き抜いて、500試合、出場することができました。やっぱり得意なこと不得意なことっていうのは、あるんですけど、自分自身ができることを、見つけて、やり抜くことに関しては選手時代はできたんじゃないかなっていうふうには思います。で、今年から強化スカウトっていうことをやらせてもらうんですけど、まだ自分がこんなことできるできないっていうのは正直まだ見えてません。ですが、これからこう、日々、取り組んでいく中で、レンマに貢献できることを見つけていこうと思います。で、その中で、今シーズン、レンマにこういった形で、関わらせていくいただく中で、監督、選手を陰、ながらサポートできるように、していこうと思います。で、必ずこうトップ6に入る手助けを、できたらなというふうに思ってます。はい、すいません。ありがとうございました。では続いて渡辺社長お願いいたします。はい、私は、繰り返しになるかもしれませんが、ここに集まっていただいた、地域のサポーターの皆様、そしてスポンサーの皆様と一緒に、この今は今年に関してはトップ6というところを目指していきますが、もっともっと地域が盛り上がるように、山口県が盛り上がるように、そしてこの共鳴という言葉があるように、この内側から日本に発信していけるように、活動していきたいと思います。そこが役割としては、でもこういった今日のようなビジョンを掲げたりとか、とにかくやりたいことっていうのを言葉にしていくことが僕の仕事だと思ってます。なのでぜひ一緒にこの地域で新しい価値を作っていくというようなことをやっていきたいと思いますので、はい、今年1年間どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。おしまいに坪井さん、エール含めメッセージをいただけますか。はい、僕はでも人間ではないのでいいしかないんですけど、今現場の方々も、明日に向けて戻っているんで、まだ会社の方もいらっしゃるんであれなんですけど、今トップ6という言葉を社長健太郎の2人におっしゃってましたけども、じゃあそうなるためにピッチの選手たちはどうするべきか、たくさんの突き詰めていかないいけなきゃいけないことってのはあると思うんですけども、まずは目の前のたった30センチ一歩をサボらない、勝つために一歩30センチ1秒2秒サボらない、そこをやっぱり徹底してほしいな。現場レベルではそこを徹底する、会社としてもそこを選手に求めていくってことは上に上がってくるで必ず必要になると思います。今先ほど言ったようにプレミアリーグの解説もしてます。プレミアリーグ、アーセナル、マチェスタシティ、ユナイテッド、試合見ると、やっぱりサボらないです。あれが技術があって、戦術感があって、素晴らしい能力、選手たちが、ここのたった30センチサボらない。たった1秒、2秒、サボらないんです。だから相手まで立てる。っていうことをやっぱり、会社全体、現場に、そういう雰囲気っていうのを伝えていってほしいな、というふうに思っています。そしてここにいらっしゃるスポンサーの皆さんには、ピッチ上で選手がそういうプレーをしたときは最大の賛辞を与えてあげてほしいなというふうに思っています。で、そういうプレーをしないときには、遠慮なく厳しいことを僕は、投げかけることも必要かなというふうに思っているので、そこのところの、ただ応援するのではなくて、やっぱりそういったところを選手がやっているのかやっていないのかということは、温かく、厳しく、見守っていていただけたらなというふうに思っています。そして会社と、スポンサーさん、そして現場の選手たち、コーチたち、監督が、一緒になって素晴らしいチームを作っていってほしいなと思っています。ありがとうございました。
以上でトークショーを終了とさせていただきます。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。